あ、いいですよ。あ、いい。いいよいいよ。どうも、生ゴミです。はい、ということでですね、今回は私、生ゴミでも思考は作れるという目標でやっていきたいと思います。あとですね、皆さんこちら見てください。今回も思考シリーズなんですが、私の思考シリーズね、 YouTube で今までめちゃくちゃやらせていただいてます。この思考シリーズがなんと一冊の本になりました。イエーイ。それで基本の100レシピを私本にまとめまして、でこれがですね、予約開始でですね、めちゃくちゃ評判で、予約段階で Amazon の総合1位になりまして、とんでもないことになっております。はい、もしよかったら買っていただいて。ただ超いい本です。はい、3年かかりましたこれ作るのに。初版が3万部の予定だった。それでもすごく多いんですけども、あまりにも反響がありすぎたんで、予約開始3日で発売前重版1万冊発売前重版しました。ということで、そんな作品なんですが、今回はこの本からですね、一品ご紹介させていただきたいと思います。至高のミートボール。足でうまいんですよ皆さん。ミートボールというとなんかちょっとケチャップ味で空いてあるやつを想像すると思うんですが、今回はね、スペインの肉団子ね、あのアルボンディガスっていうで料理があるんですけども、それをリスペクトした作品になってます。作品とか言っちゃった今回はトマトソースで煮込む本格的なミートソース。でもね、そんなに難しくない。最高に美味しいがスーパーの食材で作れるっていう、そんな僕のスペシャルな至高のミートボールやってきてる。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきたいと思います。まずはミートボールなんで、ミート、合いびき肉、あ、これ普通の合いびき肉で構いません。これ、350g、 玉ねぎですね、トマト、ホールトマトの缶詰がこれ半缶分使います。はい、で、卵1個、ニンニク、パン粉をですね、はい、他の材料は概要欄に書いてますので、そっちをチェックしてみてください。今回ですね、まあまあまあ、この至高レシピっていうのは僕のね、邪道にして最高傑作なんですよ。私のレシピ本の中でも最高傑作になっております。なので私もやっぱりね、 YouTube 始めて3年ですけども、やっぱね、最高傑作を僕も見せていきたい。最高傑作の料理に合わせるのは最高傑作のドリンクですねを作っていきたいと思います。アルチューマシン1号。あの、僕の趣向はね、ワンプッシュ半なんですよ。はい、パイルダウン、いただきます。最高傑作のハイボールで私を至高にしていきます。至高になったところで、至高のミートボールを作っていきたいと思います。玉ねぎから切っていきましょうね。まず一応ベストセラーだからさ、そんなみじんもわかんないからね。いいのわかんなくて、料理なんかうまけりゃいいんだから、みじん切りしていくわけですよ。はい、料理はね、うまけりゃいい。もう僕が至高になってます。でも僕が至高になってるってことは、あの、間違いなく美味しいものができるってことですね。僕が酔っ払ってくると、やっぱ美味しいもの食べたくなるんですよ、やっぱり。あの、たまにね、あの、リュウジさん酔っ払ってるから何でも美味しく感じるでしょみたいな感じで言われるんですけど、そんなことないんですよね。あの、これシラフの僕がちゃんと作ってますから、シラフでの方でも美味しいように作ってます。味付けはね、あの、結構濃いめにしてます。はい、僕はなんか、あの、これね、ダイエットでもすごく使えるんですけども、味濃いめにして量を抑えるってすっごい効果的なんですよね。 だから結構ね、大食いの方とかって、薄味派が多いとかって言われたりするんですよね。もしね、量を制限したいとか、っていう方はちょっとね、味、あの、濃いめにした方が満足度は高くなります。だから、あの、そんな人、まあ、さ、あの、最近ね、酒飲みすぎて、あの、顔はむくんでるんですけども、そんなにウエイト変わってないです。味が濃いか薄いかじゃなくて、あの、どれだけ塩分を何グラム摂取したかが一番重要なんですね。これね、玉ねぎ1個使うんですわ。で、玉ねぎ1/2と1/2、あの、これ半分は肉だねに入れて半分はトマトソースを使うっていうやり方なんですね。丸々1個みじん切りです。こっちはこっちでもう分けておきましょうか。いいんで、はい、でもう1個みじん切りしていきます。はい、こんな感じで。ニンニクですね。ニンニクは、おろすので、はい、剥きます。これね、あの、4かけ使うんですよ。はい、こいつを粗みじんにしていく。さっきはすりおろすんです。粗みじんにします。まあ、もう潰して、こんな感じでいいです。これトマトソースに使いますから。
はい、こっちがトマトソース用で、こっちはおろす用です。で、ちょっとお肉こねていきますね。まず玉ねぎ1/2個ここに入れます。はい、もうお肉のところに入れちゃう。で、パン粉 15g これも入れちゃいます。で、卵1個入れちゃいます。これね、もうこのままいっちゃっていいから、ハンバーグの場合は、ね、肉からこれるんだけど、ミートボールの場合はそこまで気にしなくて大丈夫です。塩コショウ、僕は味塩コショウ使ってるんで、パパパッと。ナツメッグです。小さじ4分の1なんで、多分これぐらいですね。ナツメグはね、ハンバーグでもよく使われるんですけども、ひき肉とすごく相性、お肉と相性がすごくいい。だからナツメグ入れてください。香りすごく良くなるんで。コンソメ小さじ1杯入れます。ミートボール種を全部ね、こうやって、こう、揉み込んでいきます。卵はね、つなぎね。玉ねぎは食感を生み出します。パン粉は、これね、ちょっとね、このパン粉がね、卵の水分を吸ってくれるんですよ。だから肉感が出る。こねてくると、こうやってお肉に粘り気出てきますんで、こうするとね、成形、しやすくなっております。右手でこねてる間に、これ左手でね、そう、右手でこねれば左手でハイボールで、今ちょっともうかなりこねたんですけども、ここでおろしにんにく、まあ、これ最初に入れてもいいんですけども、ちょっと俺が若干忘れてたっていうのがあって、で、生のにんにくをおろします。チューブでも悪くないんですけども、やっぱ至高なのでね、チューブのニンニクと生のニンニクの香りはイチゴ味とイチゴぐらい違います。で、これも丸っとおろして、肉種にスパイシーな香りを、香りつけていきます。で、ニンニクと一緒に揉み込むと、はい、かなりね、ニンニクもナツメグも入ってるんで、かなりねパンチのある、肉種になります。よく揉み込んだら丸めていきます。ミートボール丸めていきます。まあ、こんな感じでね、丸めていきます。なんですか、まあ、ピンポン玉よりちょい大きいぐらいかな。はい、こんな感じ。めっちゃいい香りすんな。やっぱね、ナツメグですね、これね。ナツメグ必須です、この至高のミートボールは。めちゃくちゃうまいね、これ。大きさはね、なるべく揃えればね、若干いびつでも全然、ね、トマトソース煮るんで、ちょっと若干いびつでも大丈夫。ね、今回ちょっと手袋してますけども、手袋やった方が、まあ、手にくっつかないんでね、よかったりもします。これはうまいよ。皆さん、ワインね、赤ワインを教えてください。はい、こんな感じですかね。はい、じゃあ焼きの工程入っていきます。この肉だねなんですけども、なんかこう常温に戻っちゃってたら、一回冷やした方がいいです。冷やさないで焼いちゃうと、肉のね、油がかなりね、出ちゃうんで。大さじ1半のオリーブオイル、今回ね、オリーブオイルで炒めていきます。お肉ね、入れていきます。ちょっとね、焼き目がつくように、少しね、この接写面を、触れる面をちょっとこう押してあげるのがポイントでござる。で、大体ね、中火で、焼きます。これ、ね、一旦ミートソース、これから煮るんですけども、一旦ミートボールはね、焼きます。焼くと香ばしさがつくんでね、香ばしさをこれでつけていく感じです。ここでね、焼き目をつけるんですよ、皆さん、ミートボールに。こんな感じ、ちょっとね、ちょっとこういい焦げ目がついたぐらい、真ん中のが結構焼けてますね。両面にね、このいい焼き目をつける。あ、いいですよ。あ、いい、いいよ、いいよ。あ、いいですね。あ、いい、いいよ、最高だ。で、両面にこの、お肉のいいこの焦げ目、で、この焦げ目っていうのはね、コクにもなりますし、肉とソースに香りをもたらします。だから、この焼き目をつけるのはすごく重要です。両面につけましょう。で、中まで火を通す必要はありません。なぜならこの後トマトソースと一緒にちょっと煮ますから。で、焦げ目が両面にこんな感じの、ね、黒い焦げ目ができましたら、ね、黒っぽい焦げ目で一旦取り出します。あ、いいですね、こんな感じ。一旦ね、すべて取り出していきます。もうね、うまい匂いしてるもん。はい、
そしたらですね、この焼いた汁あるじゃないですか、これまだ全部活用しますから。さっきみじん切りにした、トマトソース用の、ニンニク入れます。で、玉ねぎももう入れちゃいます。はい、肉を焼いたね、旨味がこのフライパンにたっぷりありますから、洗わない、洗わない、そのまま使う。洗い物も少ないし合理的です。終始中火っていう風に考えていただければ大丈夫だと思います。ちょっともうちょっと透き通るまで少し炒めます。で、ここに塩コショウ、これ入れるとね、あの浸透圧で、玉ねぎから水分が早く抜けるって寸法ですね。もうこれから最高のトマトソースができますよ。俺このね、料理大好きなんですよね。もう赤ワインが飲みたい、赤ワインが。わかりますかね、このしなっとちょっとこう玉ねぎがしてきてんの、ニンニクの香りも今してます。で、ここに今回ホールトマト使います。で、あんまりにもトマトが多いとやっぱ肉の味が損なわれますんで、ホールトマトはね、半分だけ使う、この量に対して。これね、結構ポイントです。あくまで主役を肉に持っていくためのソースを作ります。トマトのこの旨味とか、そういったものも入れないとやっぱりね、美味しくありませんので。はい、はい、こんな感じ。はい、で、ここに味付け、コンソメね、小さじ1杯。はい、お肉にもコンソメ入ってるんですけども、トマトソースも少し入れた方がいいです。で、全体なじませます。そしたらこれミートボールを戻していく。これね、余熱でね、結構中までもう火取ってるんでね、ちょっと火入れてさっと絡めるぐらいで結構ね、美味しくなってます、これ。はい、で、この肉汁も入れてください。肉汁溜まってると思うんで。で、まあ火入ってるんですけども、これでちょっとね、こうやって絡めるね。火を入れたオリーブオイルと、最後に加えるあの生のオリーブオイル全然違うんで。で、オリーブオイルもエキストラバージンね。はい、じゃあ盛ります。あのトマトソースというよりね、なんか結構絡めた感じになってるんで、かなり肉感が多いと思います。パラッと、はい、至高のミートボールの完成でございます。はい、それではできました。いただきます。絶対可愛いなんで、クリスマス気分ですね。シラーズカレー、これね、いただきます。これはうまい。くわー、赤合うな。僕の至高のレシピの中でもかなり上位ですね。トマトソースとうまみが加わると一品です、これ。やばいかもしれません。肉感がすごいですね。結構ね、つなぎ少なめなんですよ。ハンバーグとかだと玉ねぎ炒めるじゃないですか。わざと炒めてないんですよ。シャキシャキ感がね、まだ残ってるんです。これが最高うまい。ちょっとこれやばい。ちょま来て。いただきます。スペイン料理を踏襲しました。マジでうまいです。完璧じゃない。トマトソースの完成度がやばいですね、これ。トマトソースはなんでこんなうまいかっていうと、玉ねぎの割合がものすごい多いんですよ、うん、今回玉ねぎを半分入れてるのね、はい、かなり玉ねぎの甘みが際立って、酸味がないから赤に合うのよ。いや、めちゃめちゃいいですね、これ。大人から子供まで楽しめる。玉ねぎうますぎてなくなっちゃいそう。ペッパー君言ってください。ケーブル、ふわっと小石の香りが。ご家庭でミートボール作る機会ってないっすよね。お弁当とかに入ってる、そう甘い味付けの、あのね、石井のミートボール、あのイメージが強い。あのイメージが強いでしょ。今年のクリスマスはこれじゃないっすか。これっすね、うん、僕は洋食が一番自信持ってるんで、でも一番評価されるのは中華なんですけど、でもこれ絶対美味しいんで、皆さんぜひやってみてください。私の至高シリーズ、YouTube で、今までめちゃくちゃやらせていただいてます。この至高シリーズがなんと一冊の本になりました。イエーイ。あ、ここあの、ここヒカキンさんとかが よく使うあの SE ね、ここあの SE 入れてください。こんなことある？これ全然至高じゃないよ、こんなの。
まあいいや、思考は作れる、可愛いは作れるみたいな。